23日のフジテレビ「全力脱力タイムズ」では大学生の取材を受ける MC 有田有田鉄平佐久間南アナラがいつも怒られるとこぼしながらも真相を隠し番組を裏で支配する権力者に怯えるネタ企画が行われた後半に闇の支配者として堤霊美アナが現れヒコロヒーら出演芸人が直立不動で説教を浴びるパワハラシーンが展開されたふんぞり返って うなだれるカカロニクリア、スガちゃん最高ナンバーワンだにクリア。ノープランすぎ、視聴者も飽きるから、スガは振りが長い、一人で超音大弱使って、大したオチもないのにとダメだし。最後に有田も、いつもあなた中途半端、と怒られ、わかる、返事は、とパワハラどう喝され、あ、はい、すみません、と撃沈した。 月、木曜で、ライブニュースアルファのキャスターを務める堤アナは、金曜は度々、脱力タイムズで闇女として現れている。ネットも盛り上がり、やっぱり堤アナ、また堤アナ悪者にされて手草、堤アナのパワハラ演技うますぎ、怖い堤麗美アナの続編 W、やはり今回も堤麗美が悪役やってた、悪女、堤麗美、めちゃくちゃいいわ W、堤麗美アナにガン詰めされて、 つつみちゃん裏の顔怖すぎる